話開始、録画開始、あ、OK。OK。皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。本日はタイトルにある通り、DJI の新しいジンバル、RS3 のミニを紹介したいと思います。で、こちらもう出て数日経ってしまうんですけども、私自身ちょっと全然ノーマークで、この RS3 ミニ、いきなりこう YouTube でおすすめで何個も動画がバッと出て、で本日発売っていうのが出てすぐ買おうと思って、でタイミングがもう結構初めの在庫ザッとなくなったんですよね。で今もまだ在庫少ない状態かなと思うんですけど、ヨドバシカメラにすぐ注文して、でそこから在庫がすぐなくなってしまったので、いつ入りますかっていうのを連絡を取ってやり取りしてました。で今回このヨドバシカメラ、はじめ1月末にこう入りますっていう話だったんですけど、いろいろやり取りしていって在庫が急遽入ったっていうので、本日1月の20日ですねに入ったっていうので、夜連絡があってもうすぐ取りに行って購入させてもらいました。で本日この動画では、ここから当然開封するんですけど、実は先月ですね、この RS の3コンボを購入してます。でなんでこのミニを買ったのかっていうのを少し話してから、パッと開封して、で初めのアクティベーションしたり、あとはファームナップもあるのかな、ファームナップとかをやっていこうかなと思います。でおそらく今回一番初めに悩まなきゃいけないのがクイックリリースのこのマウントなんですよね。このブリーフケースのハンドルはそのまま使えますっていうのがあったんですけども、こちらのクイックのリリースの周のところは同じものを使い回せないっていうのが出てるので、あと多分横から縦に変わっているので、実際どういう運用にしてなんとかできる限りこうジンバル乗せて三脚乗せてっていう、そういうところのこう手間、あと複数台のカメラ乗せるときにこのクイック周、まだオプション品出てないですし、サードパーティーも出てないので、どういうふうに運用していこうかなっていうのを考えなきゃいけないと思うので、まあ、初めパッと見たところでどうするかなっていうのを考えていこうかなと思います。で、本日このヨドバシカメラのものを上げていくんですけども、よいしょ、はい、はじめにこの DJI の RS3 ミニなんで買ったのかっていうところなんですけども、もうズバリ DJI だからです。で今日もうせっかくなので、この DJI のポケット2、一番初めの私自身の初めての DJI の製品なんですけども、せっかく DJI の製品の紹介なので、このポケット2でも一応撮影してます。これ顔のこう追従してくれるので本当にまあミスがないんですよね。あとはせっかくっていうのも続いて、この DJI のマイクで音声の方も撮らせてもらってます。で今回ジンバルなんですけど、もともとジンバル、このジーウのクレーン M3 っていうので、ジンバルっていうものの存在を知って、で大きさもすごく手頃、小さくてよくて使ってたんですけども、いろいろちょっとパワーだとか気になるところがあって、このジーウのクレーン M3 よりも大きなこの DJI のものを購入しました。でこれ本当にまだ先月買ったばかりなんですけども、まずポケット2を買って、ですごく良くて、これももう発売されるからだいぶ経って、去年買ったんですけども、すごく良くて、でもう DJI の製品すごいなっていうので、この DJI のコンボも大きいっていうのはあったんですけども、まあ、すごく良さそうだなと思って買いました。で案の定ものすごくモーターの力もいいし、撮った時の画像も滑らかだし、安定しているし、で Bluetooth でこう録画のオンオフとかもできるので、本当に DJI の製品安定してるな、いいなっていうのがもう染みついてます。でそんな中でやっぱりこうこれがミニっていうのが出た時に、レビューとか見てると大体 G-UN のこのクレーン M3 と同じぐらいのサイズ感であったりだとか、あとペイロード2キロいけるだとか、性能的にも私の用途にかなりぴったりだなっていうのがあって、今回もうすぐ買おうと思いました。一番はもう DJI で、あとは機能的にこう大きさだとか、もともと使っていたもので、この DJI の RS3 のコンボ買う時にももう少し小さいのが欲しいなと思っていたのもあったので、もうこれを見た時にすぐこう買いたい、欲しいものだと思ってこれを買いました。でちなみに言っておくと、この RS3
コンボですね、 RS3 の方は手放すつもりは今のところないです。っていうのは3でしかできないこととかもあるので、少し3で結構スキーだとかでも使ってみて、かなり激しい状況でこうジンバル使うっていうのもちょっと想定されるので、今のところこの RS3 も使おうと思ってます。ただですね、やはりこの大きさ的には RS3 のミニすごく魅力的なので、もしかするとメインで使うのはこの RS3 のミニに私の場合はなるのかなと思います。では少し開けていきます。それでは今すべて出してみました。こちらジンバルの本体がこちらの方になります。そして、説明書でこのネジがあって、この USB の A と C なので、これ充電ケーブルだと思います。でこの USB の CC のやつはコントロールケーブルだと、コントロールケーブルですねになります。でこの三脚がついていて、でクイックリリース、あ、小さいですね、クイックリリースのプレートがついています。こちら RS3 のものですけども、やっぱり結構大きさ違うなっていう感じがしますね。ミニとなっていますと。でここに USB の C が入るところがあって、こっちにもあるのかな、これがコントロールケーブル入れるところ、こちらが充電ですかね。なるほど。でこのアクセルのポートは1つと。では三脚の方をつけていきたいと思います。それではちょっと電源、バッテリーあるかわかんないですけど、電源の方つけてみたいと思います。よいしょ。お、言語設定が出てきました。日本語。でアクティベーション、これは RS3 でも使っているので、浪人のアプリ、 DJI 浪人のアプリを立ち上げますと。おお、これでいけるのかな。 DJI の RS3 ミニっていう選択肢があるので、これを選びますと。で接続ピン、おお、機器リストに出てきているので接続してみます。パスワードは12345678、3456678、接続ピ、アップデートが必要ですっていうので、まずアップデートしちゃいます。はい、本体の方でもファームのアップデートが始まりました。はい、それではファームウェアの更新が終わりました。よいしょ。でここからアクティベーションをしていきます。機器のアクティベーション、サーバーに接続完了。よいしょ、簡単ですね。でこのフレッシュケアはすぐに入んなくてもいいので、ちょっと今はスキップしますと。ちょっとファームウェアをアップデートしている時にこのクイックシュ見てたんですけども、すごく似ている形で、これ RS3 のコンボの大きい方のジンバルのやつなんですけども、一応入るんですよね。こう入って、同じようなロック機構でこう止めることができるので、まあ、同じ作り、同じような形になっているのかなと思います、
ただ横と縦で違うので、まあこのミニを使うしかないのかなと思います。でミニの方、こちらクイックシューのところにレンズ側、カメラのフロント側っていう方にも形状が変わってちょっと丸いのがこうついちゃってるので、分かるかな、こう丸いのがついちゃってるので、もうこう固定でこれを使うしかないのかなと思います。で今こう他のサードパーティーのやつとかが出てくるまでは基本的にアルカスイスのなんか台座つけて、でカメラを乗せて、それでバランスが取れるか取れないかかなと思います。でここのアームかなり動くっていうのが分かったので、前にもかなり動くし後ろにも動く、でこの高さの方もかなり可動域が広いので、まあ下にしていけばアルカスイスのやつ乗っけた時に重心がここに来ればいいので、このチルト軸のところをちゃんとこう取れればなんとかなるのかなと思います。ただまあやってみないと分かんないので、これ終わった後に、どういうふうに設定していくのかっていうのをちょっと考えてみようかなと思います。これは結構悩みそうな感じですね。縦できたかって感じですね。まあけどこのサイズ感、このアームの長さすごく楽しみなので、いろいろ試していこうかなと思います。で特に一番初めすごく気に入ってて、あまり比較したくないんですけど、このジーウンのジンバルがやっぱりすごくサイズ感的にも近くて、で今までこれでこう結構困ったことがあったので DJI のジンバル購入したっていうのもあるので、ちょっとこれとこれ、ジーウンのクレーン M3 とこの DJI RS3 のミニの比較っていうのをは動画で出そうかなと思います。それ以外にもこのジンバルまだまだ試したいことがあるので、何個か試してまた動画を作っていこうかなと思います。よろしかったらチャンネル登録して、まあ、一緒にこのジーウンのジンバルもそうですし、これを使っていろいろ遊んでいくので、登録して見届けてもらえたらなと思います。はい、本日はですね、この DJ 最近本当にもうお気に入りとか虜になっているこの DJI のジンバル購入したので、開けるだけのその開封の動画になりましたが、以上となります。はい、それでは本日もご視聴の方ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。